こんにちは。日本白煙通拝見研究会代表の石川です。数ある中国武術の門派の中で、私たちの会では北京牛街に伝わる長期蔵老子の白煙通拝見と、新陽に伝わる定見法老子の騎士五行通拝見昇華式を練習しています。今回の動画では騎士通拝見の五行章とその簡単な用法を解説していきます。五行章は騎士通拝見の基礎であり、最も重要な技法です。出、白、仙、山、壁の5種類があります。ではそれぞれ見ていきましょう。まずは出です。立ち方はこのような高挙法です。前足に3割、後ろ足に7割の体重をかけます。脱力し、腕を鞭のようにしならせて、手をできるだけ遠くへ放り投げるようなイメージで行ってください。左右それぞれ片手ずつ練習していきます。正面から見ると手は体の中心を通っています。打ち出した手は下までしっかりと振り下ろしてください。後ろの手は前の腕の肘のあたりに沿わせます。慣れてきたら左右交互に打ち出してみてください。打ち出すスピードが速く、さまざまな場面で応用が効きます。例えば相手の腕を牽制しながら踏み込む時にも使えます。次は白です。立ち方は出と同じ高挙法です。手のひらを相手の方に向けて、手首のスナップを効かせて打ち出します。小石を遠くへ放り投げるようなイメージです。慣れてきたら左右交互に打ち出してみてください。出よりも破壊力があり、出と組み合わせて使うことが多いです。出で牽制しておいて、白で打ち込むという感じです。次は線です。立ち方はこのように前足に7割、後ろ足に3割の体重をかけます。手の形に注意してください。親指を外に出さないようにします。まずは1回1回を丁寧に。これも同様に手を遠くに投げるイメージです。斜め上に打ち出しますが、腕を伸ばしきると同時に手首をねじ込みます。正面から見た様子です。相手の眉間あたりをつくような高さのイメージです。慣れてきたら左右5連打、どんどんスピードアップしてください。次は3です。手はこのように握り、中指の第二関節を突き出します。線から3という感じで、3を打つ瞬間に踏み込みます。まっすぐ打ち出すというより、拳を相手の下腹部へねじり込むようなイメージです。慣れてくれば線の連打から3というコンビネーションで練習してみてください。用法の例としては、相手の拳を線で跳ね上げ、空いた腹部へ3をねじ込むなどです。最後は壁です。腕を大きく回します。遠くへ遠くへと意識して、正面から見た時に後ろに回った腕が横に流れないように注意です。肩の柔軟性が大切です。左手もつけて一歩踏み込みながら行います。これが基本形。変化として後ろに回す部分を省略してやり方もあります。手は耳の後ろを通ります。両方は上からの打ち下ろしが基本ですが、壁は多くの変化があります。参考までに騎士通拝見のその他の技法をいくつか紹介します。これらの基本が身についてくると、次は道路練習へと移っていきます。動画を見ながら見よう見真似で結構です。まずは気楽にチャレンジしてみてください。もっと学びたいと思ったら、当会では随時会員を募集しています。また地域によって出張指導も可能です。詳細は当会ホームページ、または Facebook ページよりお問い合わせください。
出張指導は先着順です。各自の練習ペースに合わせた個別指導により、それぞれのライフスタイルに合わせた学び方ができます。